ジャイアント馬場引退記念興行、号店に東京ドームです。第4試合は全日本と FMW のチームノーリスペクトがぶつかる試合となりました。中川のテーマに乗ってやってくるのが FMW のチームノーリスペクト。さあいつものように踊ります。チームノーリスペクトの金村、画面右側、そして画面左側がゲドウ、そして一番後ろに入ってくるのが中川浩二であります。 FMW を乗っ取ることを目的に結成されたこのチームノーリスペクト、その戦いには笑いを持ち込んでいますが、楽しいだけではありません。テクニシャンぞろいのこの3人、チームノーリスペクト全日のマットにリングイン。そして全日のマットでもいつものようにポーズを決めます。金村幸宏、そしてゲドウ、この2人が踊ります。チームノーリスペクト全日マット参上。さあこの FMW のチームノーリスペクトに対する全日本の3人はテクニックに定評があります。ジョニー・スミスと本田多門、そして淵正信であります。先日99年3月19日に FMW 札幌大会で行われた菊池組対中川下道組は、菊池の火の玉ボムで中川が3カウントを奪われました。その勝負タイムは15分55秒でした。今日は全日マットに FMW チームノーリスペクトを迎え撃つ全日本、まず淵正信、そして本田多門、さらにジョニー・スミスが東京ドームのマットにリングイン。6人タグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー200カウントゲドウ、昨年の東京ドーム大会の借りを返すかゲドウ、200カウント金村幸宏、高難自在のファイター金村幸宏、200カウント中川浩二、若きいぶし銀中川浩二、赤コーナー230パンド淵正信、地獄の仕事人淵正信、270パンド本田多門、五輪の星、全日本の意地を見せてくれるか本田多門、ジョニー・スミス、英国の爆弾右腕を上げたジョニー・スミス、砂漠レフリーはマイティーの上です。放送の解説は週刊ゴング編集人竹内浩介さんです。竹内さん、はい、全日本と FMW チームノーリスペクトの戦いになりました。はい、まあ、ともかくですね、はい、FM の中でですね、この3人がなぜゲリラ舞台と言われているか、はい、それを今日はじっくりですね、やっぱり全日本のファンの人たちに見てもらいたいと思いますね、はい、こちらが金村幸宏であります。中川浩二、そしてこちらは全日本でもおなじみの下道であります。さあシックスメンタッグマッチ、先発するのはチームノーリスペクトは下道、そして全日本は淵正信です。30分の一本勝負、ゴングが高らかに東京ドームに響きました。先発は淵正信と下道、まだ組み合いません。さあ組み合った、バックを取った淵、持ち上げたぞ、淵が持ち上げた、下道がかわして、しかし左腕捉えます淵、左足取って、そして
抱え上げた逆エビ固め、がっちり入った、がっちり入ります。リング中央だ、逃れることができるか金村ゲド。さあカットに入るか、高々と抱え上げて、今度はシングル、シングルのボストンクラブ、サードロープに逃れます。ゲド、さあ淵が再びゲドの頭を捉えます。ゲドが打ってついていきます。ヘッドバットキックは淵正信。とスタンプ、序盤戦は全日本が優位に試合を進めていますね。特に淵はですね、この相手の攻撃を誘い込むようにしてですね、自分のペースに持っていくのが得意ですからね、全日本にデビューしまして25年が経ちました淵正信。その淵正信から本田多門に代わって、体当たりは本田多門、自らロープに飛んでヘッドバットを落とします。もう一度ヘッドバットは、これはかわされます。さあ金村と中川も入ってきた、3人でストンピング、激しいストンピング、東京ドームはブーイング、3人のヘッドバットを、おっと本田多門が勝っている、本田多門のヘッドバット、金村中川場外に吹っ飛ばされました。そして下道も場外に逃れております。本田多門のヘッドバットはこれは定評がありますからね。これはちょっと迂闊な仕掛けでしたね。さあ下道から今度は金村幸弘にタッチいたしました。本田多門を持ち上げるか、本田多門は115キロ、さあ抱え上げられてボディスラムは本田多門です。腰を強打しました金村、そしてジョニー・スミスと金村の戦い、腕を取りました。ジョニーマジックと命名されたジョニー・スミスの腕殺し、いや金村、いやジョニー・スミスがやはり左腕で捉えていきます。そしてインディアンデスロック、ジョニー・スミスが左腕を殺しに行きます。金村が攻め込まれます。ジョニー・スミスを起こしてニュートラルコーナーから腕を振って強引に飛ばして、そしてギロチンドロップ左肩、ジョニー・スミスは重点的に左腕を攻め続けますね。狙ってますね、はい、やっぱこういう展開になりますとね、ちょっとやっぱり金村は自分のペースつかめませんね、はい、さあその場面をどう切り返すんでありましょうか。チームノーリスペクト、中川が今度は入ってまいりました。激しくエルボーを打ちます。ストマックにキック、おっと下道が一発打って、中が青コーナーを背にしているジョニー・スミス、腰を落とした、強引に攻め続けます。そして中がリング中央にジョニー・スミスを引きずって、左足上げてフットスタンプ、今度はかかとをひねります。この中川という選手は FMW の中でも非常にテクニックのある選手として定評がありますね、まあ、デビュー以来技巧派としてやってきましたけどね、はい、ここに来てやっぱりややヒール転向を目指してますんでね、ちょっとやっぱり違った一面が今出てきますね。あ、そういう場面がこの東京ドームでも見られるんでありましょうか。淵正信がロープに腕をかけまして、おっと足をかけます、喉元に足をかけます。中川の足を挟ん、喉を挟んでいく。さあ淵正信が入りました。まさに地獄の仕事人ですね。もうこういうね、一つの展開になりますとね、淵の攻めは本当にいやらしいですからね、はい、さあ再び喉元を締めつけます。中川も高校時代はアマレス関東大会で3位を取ったことがあります。アマレスのテクニックを生かしたグラウンドの戦いには定評がありますが、淵正信が
この場面は優勢に試合を進めます。さあ下道がカットに行くか、カットに入ってダブルのハンマーを落とします。中川を捉えた口、本田多門にタッチ、脇腹を受けてヘッドバット。本田多門はロサンゼルス、ソウル、バルセロナと3つのオリンピックにレスリングで出場したことがあります。五輪の星。さあカバーに入ってマイティ井上がカウント、カウント2つ。これはアマレスの戦いにもなりますね。そうですね。さあただちょっとパワーが違いすぎますね。本田多門のパワーが圧倒しています。中川を捉えて今度はジョニー・スミス、脇を開けてキック、首をひねります。ジョニー・スミス足をかけて首筋そして足元と2点攻撃。フライングメイヤー自ら飛んで顔面に衝撃を与えました。ジョニー・スミスは82年にイギリスでデビューして18年目、前日には89年に来日して10年目の選手。91年4月そして98年の1月2度ほどアジアタッグの王者に輝いたことがあります。昨年の 5.1 東京ドームではこの今対戦しています下道と邪道のとのタッグマッチでありました。さあ飛ばします、バックフリーカー、そして片指が止め、カバーに入ってカウントは2つで逃れます。下道、昨年の 5.1 東京ドームではこの邪道下道と対戦したウルフ・スミス組、カバーに入ってカウントはカットに入ります。その時は12分31秒でスミスが邪道から3カウントを奪っています。あー急所蹴り、下道の急所蹴り、そして中川が入ってまいりました。中川が股を大きく開いてそこにヘッドバット。さあこれはカウントを取りません。ジョニー・スミスが左肩を上げました。中川今度は金村とタッチ、ボディースラムを打って金村スワンダイブ式にボディープレス、片指固めカバーに入ってマイティの上カウントを飾る、カウントは2つ、金村が捉えて今度は後ろに投げます、そのままホールしてカウントが入る、カウント2つ。金村から下道、速いタッチワークを見せます。このチームのリスペクト、普段の戦いをしていると言ってもよろしいわけですか。いやちょっと違いますね、ちょっとやっぱり全日本の流れに沿っていきますかね、やっぱり相手チームの動きに沿ってね、ちょっとプレーの試合がオーソドックスすぎる感じがしますね。普段のチームのリスペクトの味を今一つ出すことができません。ジャイアント馬は引退記念興行 5.2 の東京ドーム、全日本のマットに参戦しているこのチームノーリスペクト。下道から中川、中川自らロープに振って胸元にハイキック、エルボー、ジョニー・スミス今度は肩のあたりにエルボーを打ちます。中川ロープに絡めて腕を絡めてジョニー・スミスの左腕攻め続けます。ジョニー・スミス顔がだんだん赤く染まってまいりました。腕へのギロチン、さあバックを捉えるか、中川から金村にタッチ、金村もロープを使って腕を攻め続けます。さあダブルの、おっとこれはロープに行きます。そして金村がギロチンドロップ、さあ片指固めカバーに入る、いやマイティの上カウントを取りません。この辺は厳しいですね、はい、昨年の6月に現役を引退しましてレフリーの生活に入りましたマイティの上です。
後ろから行きました金村、喉元攻められます。ジョニー・スミス、前に落として今度はニュートラルコーナー、トップコーナーに金村が登ってダイビングの先頭、ね、さあカバーに入ってカウント2つ逃れます。ジョニー・スミス、ダイビングの先頭からブレンバスターの体勢か、リング中央こらえます。ジョニー・スミス持ち上げることができるか、金村逆に返した、ジョニー・スミスが返しました。金村115キロ投げ飛ばされました。さあ再び今度はワイルドライバー、さあカバーに入ったゲドのカット、さあジョニー・スミスはトップコーナーに登ります。金村が立ち上がるのを待ってミサイルキック、クリーンヒット、スクッと立ち上がって右腕上げたジョニー・スミス、ロープに飛んでラーリアット、1回転金村、さあ中川が来て中川にもラーリアット、ゲドも入ってくるが、いや右腕上げます、ジョニー・スミス口とタッチ、金村起こして口バックドロップ、さあすぐさま金村を捉えてバックドロップ2連発、もう一度行くか、起こしてカウンバーに入ったが中川のカット、中川にこのキック顔面ハイキック、口の動きが目立ちますね、いい動きをしてますね、はい、エルボーでかわしたロープに飛んだが顔面ハイキック、内政信、これチームノーリスペクトはどうすればいいんでしょう。もうちょっとですね、やっぱりゲリラ殺法でですね、はい、突破口を見出さないとですね、この展開では完全にもう口にかき回されますよね、はい、いつもの試合をしていくべき、そうですね、はい、FMW での試合はもう少しラフ殺法を使った試合をしていきます。しかしここら辺は口真っさらぶの方がテクニックとラフ殺法活用していますね。いや、えげつないですね、はい、よしタモン、さあ淵正信は本田タモンにタッチ、ヘッドバットを打ちます。本田タモン、本田タモンの決め技はジャーマンスープレックス、投げっぱなしがあります。バックドロップ、金村が投げました。ゲドウが入ってエルボー、さあ本田タモンが飛ばして、これは持ち抱え上げました。あ、中川のカット、バックからバックドロップ、そしてラリアット、本田タモンが倒された。さあエルボーを落とします。こういう流れですよね、はい、これを続けられるかですね。そうですね、はい、さあゲドーはニュートラルコーナートップロープに登っています。そしてスーパーフライ、ダイビングボディープレスを打ちました。ジョニー・スミスのカット、さあそのジョニー・スミスには金村が行きます。金村場外に戦いの場を求めます。さあ試合の権利はゲドウと本田タモン、ゲドウが飛ばされた、キックで迎撃、セカンドロープからわーっとこれは抱え上げられた。さあ本田タモンがそのまま後ろに飛ばして、そしてカバーに入った、カウントが入る、カウント2つ、左肩を上げましたかね、ゲドウであります。さあもう一度ロープに飛ばした本田タモン、ラリアットはかわしたゲドウ、さあ抱え上げてそのままタモンズボード、カバーに入ってカウントが入る、カウント3つ、最後は本田タモンが仕留めました。ゲドウから3カウントを奪っています本田タモン。全日本と FMW の戦いは全日本が勝利を収めました。チームのリスペクトは最後まで自分たちの試合運びっていうのを見せられません。やっぱりチームワークもしてもパワーにしてもテクニックしても全てやっぱり全日本が上回ってましたね、はい、王道プロレスを守りました全日本。 F
FMW のチームノーリスペクトを下しております。勝負タイムは14分41秒、エビ固めで